かし、かわいそうな娘もいたもんだね。父親は目の前で首吊り、母ちゃんは男のために実の娘まで誘拐しちまうとは。こりゃ世も末だ。ちょっとあんた、何言ってんの。あんたこの前サキと一緒に3人で暮らそうって。俺が本気でお前みたいな豊島の女相手にすると思ったの。